剥がしは、囲碁のルールにおける、反則の一つ。一旦、自分が打った手を取り消して、別の場所に打ち直す行為を指す。公式ルールでは、反則負け。現在の、日本基因囲碁規約には、剥がし及びマッタに関する、明確な取り決めはなされていないが、日本基因囲碁規約、付属囲碁作法に関する特別規定の大史上第六項にはと、ある。この項では、マッタと、 剥がしが同一視されているが、待ったが相手の着手と自分の着手のやり直しであるのに対して、剥がしは自分の着手のやり直しとして区別されている。どこまでが政府で、どこからが剥がしになるのかということについては、石を5番に置いた後、指が石から離れていなければ政府。離れた後ならば、剥がしとされているが、反則ではないとしても重大なマナー違反であることは、 間違いない。将棋では一度着手した手を変える行為を待ったと呼ぶが、将棋の着手は、駒から指が離れた瞬間であり、以降はその手を直すことはできないが、指が離れない限りは手を直すことができる。地図では一度触った駒は必ず動かす。タッチムーブの原則があり、将棋と同様に別の位置に置き直しても反則ではないが、マナー違反とされる。ありがとうございます。